べに来ましたよ。うちの住んでいるアパートに ついてるプールなのね。あれキャメロンです。変でしょ、うちの子変なのよ。で、あれがうちの娘ね。で、なんか今コロナの関係で、あの浅いところ、子供が遊べるところ入っちゃダメ。入ってもいいんだけど、なんか遊んじゃダメ。今そのコロナの状況で使っていいって言われてるところは、Yes、あの深いさ、あのスイミングできるところ、あのこうやってリレーができるようなほら長いとこあるじゃん、あそこだけ使っていいっていうルールなんだよね今のところ。意味わかんないでしょ。それとあと10フィート、そのなんていうの、人と人の間開けなきゃいけないから、そのなんか変なルールがあるんだけど、でもそう、まあ、子供たちがさプール行くしかないじゃん。子供たちがさ、ほらねえ、行けるところが今限られてる中で、家に付いているプールに入れないっていうのは大変なことじゃない。だし、 あのプールが付いてるからこのアパートメントにしたわけだから。そうそうそう、今ねそれであの入っていいっていうことになったから、うちの子たちはあの浮き輪みたいのつけて、その大きい方行ってるけど、全然ね泳げるから、うちの赤ちゃんだけ、うちの赤ちゃんだけね、あの泳げないから、私と一緒にあの大きい方一緒に行ってね。ね、何コについてんの。そう、私と一緒にあの大きい方行ってみたいな感じ。そうそう、そんな感じよ。一個かじって次、一個かじって次、これで一通り全部頭の方食べたら今度舌を食べる感じですかね。やばい、超暑い。ハロー、さっきまでプールに行ってたんだけど、1時からなんだっけあれになるって、雷が鳴って、なんかすごい雨になるから、引き上げましてですね。で、私たちは今もう引っ越しの準備を淡々としておりまして、でスーツケースを買わないといけないから、これからスーツケースを買いに私だけ行くの。お家にねいっぱいスーツケースあったんだけど、昔壊れたりとか、あと友達が来た時に帰り荷物が多くなっちゃって、でどうしようって言ってたから、うちのをあげたりとか、まあ、あと壊れたのがほとんどなんだけど、でそれでもうね1個しかスーツケースがないから、スーツケースをねいっぱい買わないといけないんですよ。どっち行くんだっけ、こっちか、そう
かわいいでしょ今日のアクセサリー。この貝殻のやつもっと欲しい。これ超かわいい。私これね、あれであそこで買ったの、キーウエスト行った時に買ったの、フロリダの。去年だったっけ。そうだ、去年買った。あー暑い本当に。OK、 スーツケースがこんな感じであるじゃん。こっちにもある。あのね、大きいの買わないといけないのね。なんかこういう感じの大きいやつ。みんなマスクしてる。これ49ドルだから安くなってる。なんでか分かんないけど、多分返品とかで買ってきたやつっぽいよね。でもさ、傷ないしさ、もうちょっとこう削れてるけど全然いいっしょ。カラーの方が見分けやすいからね。これにしよう。これと、あと大きいのね、3つ買わないといけないわけ。大きいの3つ買わないといけないのよ。だからこれと、ねえこの子も安いんだけど、この人もさ39ドルじゃん。この2つじゃん。あとこの一番全部安かったんだけど、 OK、 このさ全部安かったやつなんだけど、これにしよう。 Let's take it to cashier。 でも可愛いから、ぶらつけばよかったのに。こんな早く終わるんだったらぶらつけばよかったのに。なんだよ自分、目標はないか、もう終わりか。寂しい。エディソンも寝てるから、もうあれなのに、エディソンも寝てるし、フローリーも多分昼寝するだろうから、私結構時間あるんだよ外に入れるね。終わっちゃったじゃない？まあ、いっか、それで家帰るか。じゃあてかってね、モイストライザーとサンスクリーンを家出る前に塗ってきたわけ。そう、皆さん聞いてよ、あのさ、私たち結構なんか大きな引っ越しじゃない？メインランドからアイランドに引っ越すから、そう結構大きい引っ越しだから、あのね結構大変で、でうちから荷物送るんだけど、本当にもう最小限しか送らなくって、でも荷物あっちに届くのに1ヶ月から2ヶ月かかるって言われてるから、その船の関係で1ヶ月から2ヶ月かかるって言われてるから、あ、ちなみに黒猫ヤマトさんにしたんですよ。ヤマトさん、いや黒猫ヤマトさんにしたんですよ、引っ越し業者。他の会社も調べたんだけど、黒猫ヤマトさんが一番安かったので、ね、うちの旦那さんのお仕事がガバメント系のお仕事だから、引っ越し代を始め出すって言われてたわけよね。でまあそのお仕事に決めて、で
してって言ってやってきたんだけど、なんかあっちの人ってすっごく連絡遅くって、なんか一つ二つ質問して帰ってくるのが2週間後とかそんな感じで、もうすっごい緩くって、で私のお友達、住んでるハワイのお友達とかはもうアイランドアワーで、あっちの人本当に緩いし遅いし、だからもう慣れるしかないって言われてるから、もう慣れなきゃいけないんだろうけど、それで別に待つのは良かったんだけど、本当にその連絡が来たら、その8月の頭から仕事が始まるからとか言って、もうそれに合わせて来てくれって言われて、なんかみたいな、もうその時6月の後半とかだったから、あれですよ、じゃあこれから飛行機取って、あ、じゃあこれからね、引っ越し業者とか、まあ引っ越し業者はもともとずっと連絡取ってたから、日本に帰る予定だったから、だからそれでまあなんとか、あんまりこうなんだろうかな、一からスタートするっていう感覚ではなかったけど、それとかあと車を送ったりとかするのとかも、もうとみたいな、もう時間がみたいな。それでその仕事にね、うちの旦那もじゃそれならって言って決めたんだけど、なんかそう連絡来るのが遅くって、で連絡来たと思ったら、なんかもうそのこの時期の予算がもう使い切ってしまってるからとか言って、予算がないからあなたの引っ越し代出せないからって言われちゃって、ひどくないみたいな。そうだから、なんかその分給料を上乗せするって言ってくれてるんだけど、だからまああれですよ、引っ越しは自分たちで持参で実費でやることになりました。はい、そうだから、結構物を減らしてて、で最小限しか持っていかない予定で、でまあ大体が結構もうあっちで買った方が安い、送るよりあっちで買った方が安いんじゃないっていうのがほとんどだから、もうねほとんどこっちで手放していく形になるんだけど、この今の時期だから、例えばお洋服とかも売りたくても取ってくれなくって、もうだからドネーションに持っていく、寄付に持っていくしかなくって、そうだから全然なんだろうかな、物をここで手放していくんだけど、それにねちょっとでもこうちょっとお金が稼げたらねいいけど、その手放すことによってちょっとそれがうまくいかない状況だから、まあまあまあいいや、まあまあなんとかなるよねみたいな感じでとりあえず寄付に持ってったりして、だってなんかまだ使えそうな家具とかになれば、まあ、友達にあげたりとかする予定なんだけど、そんな感じですよ、もうバッタバタマジで。なんか去年の今頃こんなバッタバタな感じで生活してたのに、もうまたバタ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 です。お家の話をしようと思って、ほら私たち子供がね3人いるから、飛行機が取れてあっちに行ってもハワイに行っても、ほらお家がないとさ、ホテル暮らしになるわけじゃないですか。でこのコロナがまだねこういうような状況でホテルにいて、こうほら子供たちがこのお部屋でね待たなきゃいけないっていうのはすごいかわいそうだから、もうその家をこっちでも決めちゃって、でそうしたら
このアメリカのさ、私たちがいるところからハワイのホノルルの空港に着いた時に、うん、とそのそこの地点からその家までの移動で済むわけじゃない。だし目で直接そこに行ってどういう家かっていうのは見れないんだけど、でも家をこっちで決めちゃうっていう方法で今お家を探してるんですよ。で、いいお家があったんだけど、本当になんかハワイの住んでる人は分かると思うんだけど、あの競争率がすごい高くって、やっぱりその自分たちの予算の家賃ね、まあ、あの貸し屋探してるんだけど、で自分たちの予算の家賃で、でいい感じのところでとかってさ、学校とかもね、子供たちの学校とかも様子を見てさ、このエリアでこうでやでつって選んで、で見つけるじゃない。でいい家があっても、もうさ、もうポスト、その家がそのさ、あの物件のサイトとかにポストされると、もうすぐにあの応募がたくさん来るわけですよ。そうそう、応募がすごい来て、あの競争率がすごい高いのね。だから、そう、私たちは特にあのほらハワイにいないじゃない、こっちじゃん、こっちに行って探さないといけないから、とりあえずそのオンラインで写真とか見て、ほら大きさとかさ、なんか地域とかいろいろ見て気に入ったら、ツアーを申し込んで、でフェイスタイムで、ツアーしてくれるのよ、ね、その、エージェントの人が自分その彼の携帯って、家の中をこう見せてくれてさ、ここ見してここ見してとか、まあ、ツアーしてくれるのね。でツアーやって、でだからまあ大体分かるような状況なんだけど、それでそう、じゃあ申し込むかっつって申し込んだりとかするんだけどさ、一個すごい良かったお家があったんだけど、貸し屋でね、もちろんなんだけどさ、ちょっとまたこの競争みたいになっちゃって、そのもう一組申し込んでる人たちがいて競争みたいになってで、なんかあっちはなんか8月から引っ越したいとか言ってて、でうちはまあ7月の後半ぐらいに引っ越したかったから、じゃあ7月の半分から家賃を払うからうちに決めてくれとね、言ったわけよ。でしたらその他のカップルは、だったら7月の頭から家賃払い出すから8月からお家に入れるって言っても、1ヶ月前ぐらいから家賃払うからっていう、こういう競争になっちゃったわけ。はいベイビーそう、競争になってしまって、あ、いひひひひ、そう競争になってね、なんか Airbnb とかもあるけど、あの今コロナの状況でオープンじゃないみたいで、だからそれも無理じゃん。だからやっぱりお家をこっちで決めて、あっちにもうそのまま引っ越していくっていうのが一番いい方法なんだけど、もし引っ越しこっちで決めたとして、引っ越して、ああ思った以上じゃなかったであっても、まあ1年契約とかそんなもんだから、まあその間にね、土地勘つけていいところ見つけられたらいいけど、またなんかもう今はハワイの家が今までで一番最強に全部高いから、買うよりかレンタルした方が安いって言われてて、だからレンタルを見てるんだけど、本当にもうさ、すごいボロ屋なのにめちゃくちゃ高かったりするから、みんな鹿が鹿を見つけたよ、イエーイ。こうやってカメラに収めるの初めてじゃないか。そう、あのね、ニュージャージー行った時は、あ、かわいい、お尻ピュンピュン、バンビみたいでしょ。ニュージャージー行った時はすっごいいっぱい行って、冬とかよく車にぶつかってきたりとかしてたみたいなんだけど、うちの旦那も一回ね、ぶつかりそうになったことがあって、あ、中入っていっちゃった。そう、でバージニア来た時はニュージャージーよりか、まあ、少ないけど、でも鹿はまあいるんですよ。あ、でかっ、私でかっこんなでかくなくていいのに。じゃん、あとこっちに来て、多分ジャージーにもいたと思うんだけど、バージニアに来てよく見るのが黒いリス、リスがね全部黒いの。うん、
よかった、ここを離れる前に皆さんに鹿見せれることができてすっげー嬉しい。マジで。私が飲んでるのは、ジャズミンティー、ジャズミン、グリーンティーとジャズミンティーの、グリーンジャズミンティーだよ。このメガネは、こうやって見るとわかるじゃん、ブルーの、ブルーになってるでしょ。なんだっけ、こういうさ、コンピューターとか、こういうコンピューターとか、携帯から出てるブルーライトをカットできるの。カットできるメガネなの。だから、エディットとかするときはこれかけて、あと携帯いじるときとかはこれをかけて、ちょっと自分が頭のいい感じ、勉強、仕事してるなみたいな感覚でやっててもそうなんだけど、ね、目がね、こうなんかズラズラって動くのよ、たまに。乱視じゃないのかなと思うんだけど、なんかインスタグラムのストーリーで話したら、いろんな人に乱視じゃないですかって言われたんだけど、こう目がザラザラってなる時が結構あって、こう物を見るピント合わせる時とかに目がこうザラザラみたいな感じになること結構多くって、で、そういうスマホとかからの目の疲れかもしれないとも言われたのね、その、教えてくれた人がいて。そうだから、エディットするときとか、なんか何、携帯いじるときとか、なるべくつけて目をブルーライトから守ってるっていうのだけど、大体は結構その自分、イエーイ、かっこいいじゃん、仕事してる感じじゃんみたいなのがほとんどの気持ち。これはね、アマゾンで買ったの。アメリカのアマゾンで。目は悪くないんだよ、全然。目はね、見えるの。全然目は悪くなってるわけじゃないんだけど、こうザラザラってなるんだよね。